特にテロ対策に絞って質問をさせていただきたいと思います。これまで世界でですね、原子力発電所あるいは核燃料を狙ったテロ事件というのは大体何件ぐらい発生していると政府として承知されているんでしょうか。原子力規制庁黒木放射線防護対策部長。事件の性質がテロかどうかというのはかなりは難しい問題でございますけれども、まず原発に関して原発に対する直接の攻撃については数字としての把握はございませんが、昨年例えば2013年の4月において米国におきましてですね、原子力発電所の規制地域周辺に不審者がボートに上陸しまして、警戒中の警備員となり銃撃戦になったという例もございます。それから核燃料を狙った事件でございますけれども、IAEA が認めたデータベースによりますと、1993年から2012年の間におきまして、核物質または放射性物質の不法所持、不法移転事案、不法な目的の売買、または使用の未遂事案につきましては、全部で419件と承知しております。さらにこのうち、高濃縮ウランやプルトニウムの不法所持事案に関しましては、16件と承知しております。山内君。今の数字、93年以降で419件、すごい数字だと思います。例えば1990年にはロシアの、当時のソ連でしょうか、まだロシアかな、アゼルバイジャン共和国首都でイスラム原理主義勢力の武装グループが、核兵器貯蔵施設を襲撃したとか、あるいは1982年にはフランスで、環境保護団体が、高速増殖炉にロケット弾を撃ち込んだとか、非常に環境保護団体が過激なのはですね、捕鯨の例でもお分かりのように意外と環境保護団体が優しい人ばかりではないのは欧米の例のようですが、非常に今聞いた数字419件、僕にとっては非常に衝撃的な数字だと思います。そういった意味では原発のテロ対策というのは極めて現実的で、差し迫った問題ではないかと思います。それに関して核セキュリティの国際会議がここ数年、オバマ大統領の呼びかけで開かれるようになりました。日本も外務大臣が出ていったりして非常に国際会議には積極的に参加してますが、国内の対策がそれに伴うほど十分やっているのかというと甚だ心もとない気がいたします。アメリカなどからも日本の原子力発電所の核セキュリティ、テロ対策というのは非常に不備があるという指摘もあります。あるいは国際的な民間団体の評価によると日本は G7 の中で一番原発のテロ対策が甘いというありがたくない評価を受けています。これについて規制庁どのように認識されていますでしょうか。黒木放射線防護対策部長。NGO 団体であります NTI という団体でございます。核拡散脅威イニシアチブでございますけれども、ご指摘のような評価を行っていることは承知しております。また前回2012年の1月11日の評価では32カ国中23位ということでございましたけれども、2014年の1月8日の評価、2年に1回の評価でございますけれども、2年後の、一番最新の評価では日本の順位が25カ国中13位となっていることも承知しております。評価結果につきましては参考とする部分はあると考えますけれども、規制委員会としては福島第一原子力事故の教訓やIAEA の勧告を踏まえた対応、また核セキュリティ検討会における検討結果等によりまして核セキュリティ対策を進めることが重要と考えているところでございます。従いまして NTR の評価結果についてはコメントは差し控えたいと考えております。山内君。感想ぐらい言ってもらってもいいとは思うんですが、今言及されました核セキュリティに関する検討会という検討会が平成25年3月4日開かれました。それから25年の7月8日に2回目が開かれました。その後開かれておりません。この核セキュリティの検討会、非常に重要な検討会だと思いますが、昨年の3月と7月に1回ずつ開かれて合計2回、その後今に至るまでほとんど開かれていない。こういう状況で核セキュリティ、核のテロ対策十分やっていると言えるんでしょうか。それについてお聞きします。黒木部長。原子力規制委員会では有識者から構成されます核セキュリティに関する検討会を設置しまして、また別途関係省庁会議も設置し、関係省庁間の緊密な連携を取りつつ核セキュリティに関する検討を行っているところでございます。核セキュリティに関する検討会では、個人の信頼性確認制度の導入、輸送時の核セキュリティ対策、放射性物質及び関連施設の核セキュリティ、これはいわゆる RI と言われる部分でございますけれども、優先課題として検討を行っており、また課題によっては幅広い観点から実務上の検討を行うことが必要であるため、検討会のもとにさらにワーキンググループを設置し検討を行っているところでございます。
具体的には個人の信頼性確認制度の検討に係るワーキンググループでは、本年の1月および3月に、移送時の核セキュリティに対する、移送時の核セキュリティ対策を検討するワーキンググループでは、昨年9月と本年1月に開催し、具体的な検討を進めているところでございます。今後も関係省庁連携しつつ、核セキュリティの強化に係る議論を精力的に行ってまいりたいと考えております。山内君。ちょっと回数が少ないし、まあ、局長とか偉い人が集まって話し合う会はやっているのかもしれませんが、やはりもう少しというか、もっとですね、力を入れるべきだと思っております。それからちょっと次の質問を飛ばしまして、原発の警備の体制についてお尋ねをします。原発の警備は、まあ、私が聞いている範囲では、基本的には事業者、電力会社が一義的に責任を持つというふうに、理解しております。そういう理解でいいのかという質問、それからそういう国は多いんでしょうか。日本以外の国は電力会社が電力、まあ、原発の警備を責任を持つと、そういう国が多いんでしょうかということですね。まあ、核セキュリティの国際会議でも、国内の核セキュリティに対する責任はすべて国家に帰属するということを強調しております。民間の事業者が警備の主体、まあ、そういう発想で警備を考えて本当にいいんでしょうか。それについて規制庁のお考えを聞きたいと思います。規制庁黒木部長。我が国における原子力発電所の警戒警備につきましては、電力会社の委託警備による警備のほか、警察による24時間体制の常駐警備や、海上保安庁による周辺海域での巡視船艇の常時配備が行われているところでございます。原子力規制委員会としましても、原子炉規制法の関係規則に基づきまして、事業者に対し、警備員による巡視の実施や、訓練の実施等の防護措置を講じることを要求しており、それらの措置の実施状況を随時検査で確認しているところでございます。彼らの例を見ますと、原子力発電所の警戒警備の主体は、事業者、または事業者が委託した民間の武装警備員としている国が多いと承知しております。今、責任という話でございますけれども、そういう観点が申し上げれば、事業者が負うべき責任、それから国が負うべき責任、まあ、それぞれの責任があるかと考えております。山内浩一君。国際会議ではですね、まあ、責任はすべて国家に帰属するということを強調しているわけですから、電力会社と国家と両方に責任があるという言い方されましたけれども、もう少し国の関与を強める必要があると私は思っております。まあ、原発は安全だ安全だという安全神話がありました。で、原発事故を起こした、まあ、地震とか津波に関してはですね、日本は最も地震や津波が多くて対策も万全なはずでしたが、あれだけ事故が起きたわけです。まあ、それに対してテロ対策に関しては、日本は世界一テロ対策が優れているという評価は全くありません。むしろテロ対策に関しては非常に遅れていると言わざるを得ないと思います。まあ、そういった意味ではですね、今のテロ対策、また別の安全神話に頼ってですね、事業者の機械警備やってればそれでいいみたいな、そういう発想がまだ残っているんじゃないかなという気がしないでもありません。まあ、そういった意味で今の原発警備に当たっている、まあ、民間の警備会社の状況についてお聞きしたいと思います。私が聞いている範囲内では、原発の警備は全国で2社が独占をしているというふうに聞いております。まあ、2社だと全然競争もなくて、あまりレベルが高くないと私はジャーナリストの人から聞いたことがあります。まあ、そういった民間の警備会社に、まあ、主体基本的には任している原発の警備ですけれども、警備のレベルのアップのためにはですね、国が責任を持って統一的な基準を作ったり、あるいは統一的なマニュアルを作って、その民間警備会社の警備のレベルを上げていく、そういう努力をするべきだと思いますが、その点について規制庁の立場を聞きたいと思います。原子力規制庁黒木放射線防護対策部長。我が国の原子力発電所等のセキュリティ対策については、先ほども来申し上げたとおり、原子力等規制法に基づきまして、事業者に対しテロリストの侵入を阻止するための種々の防護措置を求めているところであります。このうち原発の警備に関しましては、原子力等規制法に基づきます委員会規則におきまして、事業者に対しまして、警備員による巡視、警察等の関係機関への連絡手段及び方法の明確化、警備員等の従業員に対する教育及び訓練、妨害破壊行為等に対応可能な緊急時対応契約の作成等について措置を講じることを求めているところでございます。また原子力規制委員会は定期的に核物質防護検査を実施しまして、これらの措置の内容や体制の有効性について確認をしているところでございます。山内君。
まあ、いろいろ行政として指導はしていると思うんですけれども、具体的なところは現場任せになっているというふうに私は聞いている範囲ではそういう状態だと聞いています。でも民間の事業者に任せるとですね、どうしてもコスト意識とかを考えて安全性よりもむしろコスト意識、そういうところに発想がどうしたっていってしまいます。そういった意味では国が厳しい基準を作ってそれを監視していかないとですね、どうしても人件費をどうやって削ろうかとかそういう発想に行くのは当然だと思います。しかも原発警備をやっている2社のうち1社は1回破産して潰れた会社がやっているというふうに聞いています。そういう意味ではますますコストの方を考えてしまって安全が、安全の配慮がどうしてもほっとくとおろそかになってしまうんじゃないか、そういう懸念もあります。そういった意味では国の関与というのは非常に重要だと思います。そういった観点でさらに、質問しますが、今の原発警備、日本は機械警備というのは世界最高水準のいい技術があると聞いてますけれども、機械だけではやはり十分じゃないと私は聞いたことがあります。一度自衛隊の特殊部隊の OB の人にですね、原発警備の状況についてレクを受けたことがあるんですけれども、彼が言ってたのは今の民間の警備会社というのはですね、機械警備に頼りすぎていて、そういうテロ対策の観点が非常に弱いと、どこが弱いかも聞きましたがここでは言いませんが、そういう観点のテロ対策の観点が欠けているということを指摘されていました。そういう専門家の意見をちゃんと民間の警備会社、この独占している2社が聞いた上でテロ対策を組んでいるんでしょうか。現状についてお聞きしたいと思います。黒木部長。原発警備でございます。警備の主体が民間の、警備会社というふうなことを前提のご質問でございますけれども、現実問題民間の警備会社自体はですね、非武装でございます。武装しておりません。武装の分につきては全てそれは警察が担う形になっております。警察におきましては当然のことならテロ対策を専門にやっておりますので、そういった観点から所要のですね、ノウハウにつきましてはですね、警備会社とも連絡を取りながらですね、現場において最善の警備ができるような形でですね、取り組んでいるところでございます。以上であります。山内浩一君。原発にいる原発防護隊、何人いるのか聞いたら担当者は教えてくれなかったんですが、マスコミの人に聞いたら何人だって教えてくれました。ここでは言いませんが、正直言って、その人数では本当にあの広大な敷地、私も原発いくつも行きましたけど、あの広大な敷地をその人数でカバーするというのはおそらく簡単ではないなという気がいたしております。海上保安庁も海にいると言いますけれども、24時間ずっと沖で、ちっちゃい船で見ているだけだったらどうしたって隙ができるのは仕方ない、そういう意味ではちゃんと警察と警備会社が密接に連携をして、やらなきゃいけないところですけれども、民間会社は武装してないからそこは警察に任せている、そういう発想ではですね、きちんとした警備できないんじゃないかなというふうにちょっと不安を感じておりますし、そもそも規制庁でですね、このテロ対策やってる人大体何人ぐらいいるんでしょうか。聞きたいと思います。規制庁、黒木部長。原子力規制庁で、のおいてのテロ対策でございます。核セキュリティ、核物質防護室が担当いたしておりますけれども、そこに属している職員の定員は約30名でございます。非常勤の技術参与として専門性を持った方に2名勤務していただいております。先般の JNS のところにおりまして8名の増員が行われており、専門性を強化すると、体制強化が図られているところでございます。また JNS 統合分とは別に平成25年度補正予算におきまして核セキュリティ対策を強化するための定員増を認めていただいておるということがございまして、中途採用も精力的に行っており、こうした定員を活用し体制強化を図ってまいりたいと思っております。山内浩一君。この重要な課題をですね、30人の職員と2人の非常勤ですか、食卓というんでしょうか、そういう意味では30人ちょっとで原発の安全対策、特にテロ対策をやっているということだと思いますが、これで十分だとはとても思えませんし、国際社会が日本に対して求めている水準の安全をこれだけで やれるのかなという本当に心配になりますし、ぜひですね、警察あるいは自衛隊との連携をさらに、今でも出向者が来ているというのは聞いてますけれども、警察解放までは連携がある程度できていると思いますが、自衛隊まで行くとあまり連携ができていないというのが実態だと聞いております。
まあ、そういった意味ではさらなる改善が必要だと思いますし、このままではちょっと心配というか相当心配な状況が残っています、まあ、質疑時間が終わりましたという札を書きましたが、最後に委員長も一言何かご感想あればお願いできれば幸いです。原子力規制委員会田中委員長。核セキュリティの問題はさまざまな意味で非常に国際的にも大変重要であります。私常々申し上げてますが、セキュリティとセーフティというのは一体のものであるということですので、私どもとしてもやはり国内の状況を踏まえ、また国際的な動向も踏まえながらきちっとした対応を進めていきたいと思います。山内浩一。以上で質問終わります。ありがとうございました。委員長。次に新井聡君。新井君。はい。民主党の新井聡でございます。民主党は、政権末期ではありましたが、2030年代原発を